なんかね、こんな情報が来てるんですよ。この番組のね、はい、作家さんがね、ある現場の出口君と帰り道一緒になった時、はい、海鮮ひつまぶしの美味しい店があるんだけど行かないって、その作家さんがね、江口を誘ったんで、はい、何それ美味しそうですねなんつって、ほんで行きましょうって行ったんだって、うんうん、で当然海鮮ひつまぶしの美味しい店だから、作家さんがね、海鮮ひつまぶし一つ、じゃあ江口君何するって言ったら、鉄火丼って言ったこれどういうことだよ何に食いついたのお前は教えて。違うんですよ。いや確かにね、うん、海鮮ひつまぶし美味しいですよってなってたんですよ、うんうんうん、でも、うん、席に着いた時にですよ、うんうん、目の前に、うん、鉄火丼のメニューがあったんですよ、うん、おそれ見たら美味しそうだったんですよ。お前そんだけやろうと思って普通じゃない、それだけやろうお前この話のうちまあ、絶対それだけやろ。その後に大したことを重ねられへんやろやってごらんなさい。おいしそうなものだったんだからしょうがないじゃないですか。もう教科書通りの声を張ればいけるというそのやり方でいくつもの現場を乗り越えてきたな